こんにちは、リリーです。今回は私が初めて作ったシステム手帳、私が初めて作ったっていうとなんか会社でもやってるのかなって思われちゃうかと思うんですけど、これね、セリアさんのカスタムノートシリーズで作った手帳なんです。英語の大きいやつです。でね、これ初めて私がカスタムノートシリーズで作った手帳なんですけど、これね、久しぶりに中身を見ていきたいなと思います。ちなみにですね、この手帳自体はこの間のね、シールを収納する動画でちらっと一瞬映ったかと思うんですけど、これね、どうして今回見直そうと思ったかというと、実は私ね、ミニ6の手帳を持ってるんです。でね、ミニ6の手帳を持ってるんですけど、これね、ダヴィンチさんのスタンダード持ってるんですけど、でね、これ前までちょっとスケジュール帳として使ってたんですが、あんまりちょっと私に合わなくて、でね、いろいろリフィル外しちゃってね、今おにぎりと、もう本当にメモ、すべてメモとした時期っていう感じになっちゃってるんですね。あと、スライダーポケット、推しがちょっといるんですけど、なんかそんな感じで、すごく寂しいので、この手帳をね、どうやったら私好みにできるかなって考えた時に、一番最初に私が作ったこの手帳を見れば、私好みとは何ぞやというのを今一度思い出せるのではないかと思って、こちら見返すことにしました。それではどうぞご覧ください。じゃあまずはリボンを取っていきます。でね、このリボンもね、もともとついてるわけじゃなくて、ここね、わかるかな、切れ込みを入れてありまして、でこっちにもですね、切れ込みを入れて、でこっからリボンをこうシュ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 って通して、でこっちからこっちにシュッてして、シュッて、わかります、シュッてして、シュッてやったらできます。なんでそれいいのかな、私こんなんで、ちょっともうね、本当は YouTube 始めたてなので許してください。はい、じゃあまず最初、こちらね、スライダーポケットめちゃくちゃ可愛くないですか。これね、これもね、セリアさんなんですよ。でね、セリアさんのスライダーポケットにダイソーさんで買ったお気に入りのこれシール、可愛いですよね、メンダコちゃん大好きで。でね、これを入れてます。まあ表紙的な感じですかね。あとこれね、そう、当時アロマオイルにハマっていまして、でムック本が出てましてね、そのムック本の説明の紙入れてありましたね。4巻までしか買ってないみたいですね。はい、そうなんです。すごく秋っぽくて大変なんですけど、秋っぽい私でもね、この手帳という趣味1年2年ぐらい2年弱かな続いてるので、やっぱりいいのかなと、向いてるのかなと思います。はい、付箋剥がれてますがね、こちらは付箋置き場にしているポストカードで、これはね、シール帳なんですけど、マステ帳とシール帳、再びマステ、このようになっています。でね、これが2021年のものだったそうです。だから1年半ぐらい前かな、多分もうちょっと前かもしれないですけど、に使ってたものになります。あ、ここ結構お気に入りですね。これがね、ちょっと半透明に透けてるの分かりますか。これ半透明のインデックス、これもね、セリアさん、全部セリアさんなんですけどね、なんかそれにこのセリアさんか、これどこだろう、分かんないな、100円で多分どっかで買ったなんかウォールステッカーを貼って、これね、結構可愛いなと思って自分でも気に入ってます。そうそう、こんな感じにシールをペタペタっと貼って、まあニコイチみたいな感じですかね、こう作っております。可愛い、こういうので。こっからがね、マンスリーになりますが、この時私この手帳をもう何て言うんですか、実生活と切り離すと言いますか、これ手帳に出会ったのが、だから本当に子供がまだなんか一人目の子がね、幼い時だったので、まあ今も幼いですけど、でなんか自分の時間って言ったら本当になんかスマホでゲームするとか、
あと YouTube 見るぐらいしかなかったんですけど、たまたまねその YouTube 見てたらおすすめに普段全然見たことないのに手帳の動画が流れてきて、でそれを見た時になんかあなんかすごい癒されるぞって思ったんです。でなんでこんなに心が安らぐんだろうって思ってすごくワクワクした気持ちになって、それからというもの手帳というワードで検索しまくり、この手帳の作り方も発見し、そしてセリアに直行し、いっぱいなんかね多分 2,3,000 円分ぐらい買った気がする、シールとか合わせて、でこれを作りましたっていう流れです。はい。でね、あこの辺からちゃんと書いてるね。この時にやってたのがツイステにすごくハマってて、でなんかツイステを始めたので、これがねイベント期間を書いてます。もうこっからイベントみたいな。であとなんかこれ召喚ってガチャなんですけど、この人のガチャがあるよみたいなのをこう書いてたり、新しいゲームの配信日だよとかそういうのを書いてました。あすごい頑張ってるね。こことかもこんな感じで、もうほぼアニメとゲーム、あと好きなアイドルのことしか書いてなくて、っていうのもやっぱりなんか普段子供のことばっかりになってしまって、自分とは何ぞやっていう状態になってしまっていたので、やっぱり自分を取り戻すには好きなことだけを書くもの、好きなものだけを集めたものが必要だなと思って、でこういう風にしていましたね。なんかそれぞれなんか推しとかなんかキャラクターのバースデーを書いたり、グッズはこういうのが出るよっていうのをまとめて書いたり、あとこれイベントですね、なんかゲームのイベントがいつだよっていうのを書いたりしていました。まあそんな感じで、こんな感じでね書いてるので、まあこれが一応マンスリーですよという感じです。まあ、続きましてウィークリー、これウィークリーもね可愛いんですよね、このシール貼って可愛い。でねこれもその日に使ったアロマオイルですね、なんかこういう組み合わせで使いましたっていうのとか、あとなんか気になるグッズの情報、なんかメルカリでなんか推しだけ買おうかなとかそういうことを書いてます。でこんな感じになんかシールを1日1枚何か貼ろうって決めて、それでこういう風に貼ったりとかして、でなんか今週のなんか目標みたいな、毎日アロマを楽しむとか、1日1回推しをめでるとかですね、すごいなんかこれねオタク注意って多分タイトルに入れた方がいいかなと思うぐらいあれなんですけど、すごい生き生きしてますかね。なんかねそうもうゲームのことばっかりですね、ガチャでねいいキャラが来ないなとか、メルカリでなんか買えて嬉しいなとか、いろんなことを書いていました。こんな感じ。すごいハッピーバースデー、そう推しキャラのハッピーバースデーのところはめっちゃシールを貼りまくってますね。はい、以上ウィークリーでした。続きましてこちら、ちょっとねもうこのシールがもうボロボロに剥がれててなんだかわかんないと思うんですけど、これアロマのページです。でアロマのページはなんかこの香りを混ぜた時になんかこういう風に感じたみたいなこと書いてますね。この香りはこういう風に感じたよっていうことを書いて、でこれを見るとなんかその気分に合わせて配合が選べるようにっていうのでしていました。はい、どんどんいきますよ。次これなんだろう、アニメかな、馬娘ですね、大好きですね。ここから私競馬が好きになりました。で馬娘のライスシャワーちゃんっていう子がいるんですけど、もう最推しなんですよ。でもうアニメが良すぎて見てない人見てください、本当にやばいんですよ。もうシーズン2のライスちゃん第8話見てください、ささやかな祈り見てください。本当にもうねもうやばかったです、本当に語彙力がないんですけど、それについて感動しすぎたのでこのように書いています。続きましてこれゲームですね。はい、出ました。これ総選挙っていうのがあって、シンデレラガールズので、それのなんか推しのまあ担当っていうんですけど、デレステの世界では、アイドルマスターの世界では推しじゃなくて担当っていうのがあれなんですけど、でなんかそれを書いてなんかすごいその趣味用アカウントにアップしたりしてました。あでツイステのなんか1周年のやることとかも書いてたりとか、すごいですね、なんか情報量が
なんか私頑張ってましたね、この頃よく見るとね、とかなんかツイステの一番くじとかね、なんかいろいろね、なんか書いてたりしました。で次がこれアイディアですね。多分 D がどっか行っちゃったんですけど、あ、 A もどっか行っちゃったけど、なんかアイディア、これ理想のミニ6っていうのがね出てきてびっくりしました。だから私これね、これを本気で頑張ってた当時もミニ6というものに憧れを持っていたんだなということが久々に見て思い出しましたね。でやっぱりね、なんか好きなことをなんて言うんですか、どんどん書いていくスタイルっていうのが後から見返した時にもなんか楽しい気分になれるし、なんか熱量を感じませんか、文字がいっぱいあると。でもちろんそのシールとかいっぱい貼るのも可愛いんですけど、なんかいっぱい文字がブワーって書いてあると、なんか すごいこのことに対して私は熱量を持ってやってたんだなとかってわかるから、まあ思い出にもなりますよね、そういうのってね。だからそういう風にしたいなって思いますね。ちょっとこれ詳しく見てみよう。理想のミニ6、茶色、レタの外国っぽい紙が挟まってる、なんだそれ、オリジナルなディバイダー、スタンプもサッとしておしゃれにできると思いますか、大丈夫かな。買い物メモの付箋を貼れる、あ、これはねもうミニ5でやってるんですよ私。メニュー決めを簡単に、あ、それもミニ5でやってますね。リフィルはレトロシンプル、あ、いいですね。じゃあなるべくこの時の私の理想を再現できるようにねしていきましょうか。でちなみになんですけど、このね手帳を一から頑張ってセットアップといいますか、あのバッサバサのごっちゃごちゃにしていくっていう動画は今後シリーズ化してやっていきたいなと思いますので、もしアップできましたらそちらもご覧ください。まあ、この理想通りになってるかどうかというのもご注目ください。で次がなんだ、あ、欲しいものとトゥードゥですね。あ、なるほど、文具の欲しいものとかこの手帳をより充実させるために何をするか、これいいですね。なんか次のミニ6でもやろうかな、これね。なんか何をやったらより良くなるかっていうのをどんどん書いてこうチェックしていくっていうのはね、やってみたいと思います。でこのクリアポケットになんかシールがいっぱい入ってますね。もうめちゃくちゃごちゃごちゃに入れてますけど、なんかもう私のズボラさが分かっちゃいます ね、まあ、こんな感じだったり、ね、シール帳にこういろいろ貼ってたり、ね、フレークシールも収納してたり、ね、いろいろですね。これいいですね、フレークシールの収納に。これ蓋があるから絶対ね、どっか行かないですもんね。あ、すごいすごい。ね、まあすごいすごいって言っても私がすごいんじゃなくて、本当にね、参考にさせていただいた動画がすごかったっていうだけなんですけど。で、推しが出てくるんですね。ね、そうなんですよ。推し、ビル様。ビル様と、エース君と、レオナさん。3人ですね。で、あと、ね、あの、マリウスさんとか、オクタビネルの皆さんも、ちょっと、ここに飾らせていただいております。で最後もまたこれ可愛いですよね、このポケット。なんかスパンコールって永遠の夢じゃないですか、女の子、まあ、みんな好きって言ったらね、今多様性の時代なんで良くないかもしれないですけど、やっぱりこういうスパンコールって一度はちょっと憧れるみたいなとこありますよね。小学校の頃なんかむやみやたらに集めてました。あ、すごい、こんなの出てきた。これまたちょっと他の手帳に使おう。ということで、こんな感じですかね。なんか楽しかったです。過去の手帳を見直すっていうのもすっごい剥がれてきますね、これ。大丈夫かな?ちょっと粘着力があんまり良くないかもしれない。ということで、今回は過去に作ったシステム手帳をパラパラと見返していきました。ね、なんかやっぱりこういう可愛いっていうのが私は好きみたいで、なんかね、昔の自分ありがとうという気持ちです。よし、ということで今日はこの辺で終わろうと思います。また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではバイバーイ。